皆さんこんにちは。ですね、スケッチです。3本の雑木林ですね。何の木だか分かんないんだよ私も。で、まあちょっと丘の上で休憩してたらこんな木があったんですよ。よく分かんないんだけど、でさっさっとこうでスケッチブック出して帰ってみました。で、こんなのさっと書いたんで、皆さんにもね、初心者の方でもできますよっていうことを言いたいんですよ。じゃあどうやってやればいいのということを言いたいでしょ。で、書いたのはこの丸筆とね、丸筆と、それからファン筆と、それからスポンジと、この三つですよ。道具はたった三つね。で、丸筆に色をつけるでしょ。で、背景をさーっとね、こう塗るでしょ。この辺もさーっと色つけてさーっと塗るんですよ。アクリルですからね、これは。あくまでもね。アクリル絵の具ですから。で、さーっと塗るんですよ。で、この後に木のところをファン筆で持ってギュギュッと押さえて、で、ちょっと一息溜めて、それから少しスーッとやりながらスーッと払うんですよ、こういうふうに。ね。それからこれもちょっと溜めて、それからこう、で、スーッと払うんですよ、これもぐっと溜めて、スーッと払うんですよ。ね。ここでしたら、もうあとはこういうところ、このファン筆で持って、ちょっとこう、明るい色をね、明るい色をスーッとこう、スーッと、明るい色だけをスーッとやって、シュッとやって、うん、こういうとこは、この先っぽね、先っぽちょっとやったりして、やってやるんですよ、先っぽだけ使って。ファン筆のこの先っぽね、先っぽ使ってちょっとやってやるんですよ、これ。ちょんと。それでもいいんですよね。で、あとはまあ、スポンジね。スポンジの角っこを使って、こういうとこ、ちゃちゃってやれば、何秒かなんかでもうこういうふうに、葉っぱみたいに見えちゃうんですよ。で、最後には、この辺草、あれですよ、根元の方、ファン筆でちょっとこう、草っぽらが生えてるみたいに描けば、これでできちゃうでしょ。わけないでしょ？数分ですよ、本当に。で、皆さんが、書いたことねって言ったって、書けちゃうんだよ、こうやってやりゃ。心配ないんだよ。できべこのぐらい。やってみべよ。ねえ、皆さん。ここで、ちょっと、もう5、6枚書いてみなよ。簡単できちゃうから。あら、できちゃったわ、って感じだよ。やってみましょうよ。はい、じゃあ動画でお見せしますから。やってみましょう。まず絵の具出しますね。絵の具を出しましょう。緑のね、緑の絵の具をここへ出します。ここへ出しますね。出しました。で、ちょっと濃い緑も出しましょう。こういうやつね。緑を出しましょう。ちょっと出しました。ね。はい、出しました。それから、ちょっと黄色も出してみますね。これね、黄色ね。これね。黄色もここ出してみます。ここへ出します。はい、出しました。それから、木の幹を描くのに、茶色を出しますね。これ、焦げ茶ね。焦げ茶。ちょっとこれ出します。ちょっと出しました。はい。で、
普通の茶色もちょっと出しましょう。普通の麦茶も木の幹を描くのね。ここへこうちょっと出しました。でまあ木の種類もいろいろあるから、ちょっと黒っぽい感じでこのバイオレットに近い色をちょっと出しましょう。黒に近いですけどね、これにちょっと出しましょう。出しました。はい、こんな程度でちょっとやってみましょうね。で林ですから少し丸筆を使ってですね、ちょっと空の感じをちょっとね、空とこう空の感じをちょっと出してみます。それから手前の方もね、手前の方もこの草っぱらみたいなのを出しましょう。はい、それでファン筆を使って木をちょっと描きましょうね。こぎ茶色みたいなもの、まあ林雑木ですね、これね。何の木ってはっきりは言わねえけど雑木なんで、あとこうちょっと黒っぽいみたいなものと混ぜてね、色ちょっと調整しましょう。でこの辺から、この辺からこうずっと根元の方をね、ちょっとこうやってさーっと持ち上げて、この木の感じをねちょっとこう出してみましょう。こうこうね、上こうスッと払い上げてってね。でこう何本か描きましょうよ、これ木の感じを。根元こうです。で根元でこうやってこうこうちょんちょんと置いながらちょっと吸わせて、でこういうふうにねこの払っていって木の感じをこうね、違う木をちょっと描きましょうかね。こういうふうにね、こんな感じの木をね、こんな木を、でまあ向こうの方にもスースッとこうなんかねこうあるかもしれないしね、こういうふうに。こんな感じの木もね、ちょっとこの辺のアクセントつけてこうこういうふうにね、こう根元ね。でこの木の根元はまあちょっと後でやるか。でこれちょっと色を変えます。それで葉っぱをね、葉っぱをこのグリーンで、まあ、あの、穂先をちょっと見てもらいたいんですけど、こういう、こういう描き方。ねえ。こうだって、上が少し薄くなる感じね。薄くなる。下濃くなって少し薄くなる感じ。こういうふうに。こういうふうにね。下を押し付けて、上へスーッとこのまま持ち上げると薄くなるんですよ。ね。こういう風にやってスーッと持ち上げてやってね、そういうのとか、これはちょっと濃い緑ですね。でこれもこの辺グッとこう押さえてやって、でこのままスーッとこう逃げてやるとね、こうやってスーッとこう逃げてやると、こうやってスーッと逃げてやるとね、
そんな感じでこうなるでしょ、こういうふうにね、こういうふうにスッと。それからこれはね、これは黄色ありますから、黄色でもうちょっと明るい感じの、これもこうグッとこうやりながらスッと握ってやると、グッと、これもちょさっきの色がちょっとまだついてるから混ざってますけどね、スッとこうやって握ってやると、スッとこう握ってやると、こういうふうにね、これはあの黄色ちょっとこうこれにこうちょっとつけてやると、感じが変わってくるでしょ、こういうふうにね。でね、でこういう木の影はあの黒じゃないんですよ、ブルー系統かあのちょっと濃いめの草色をつけてあるんですよ、こういうね、これ作ってあるんですよ。でこういうのでこの辺ちょっとこうこういうふうにこうスッスッと撫でてやると、これもちょっと薄くしましょう、ちょっと濃すぎたね、うんね、ほんでぼかしてやると、ぼかしてやるとね、そうするとこれは木の幹がなくなっちゃったね、これ木の幹作りましょう、もう一回こういうふうにね、こういうふうに、こういうふうに、それでここであのこれ登場しましょう、スポンジをね、でこういうあの濃いめの緑を使って、こういうところはアクセントつけてやりましょう、こういうちょん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 とこうね、こういうふうにこういうちょん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 とアクセントつけてやると、こういうふうにちょん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 と、こういうふうにこういうふうにね、こういうふうにね、こういうところもこういうところもちょっと濃いめにアクセントつけてやると、こういうふうにね、少し乱雑のようだけでもいいですよ、だいたいこんな感じで葉っぱあるように見えるじゃないですか、これもちょっと濃いめにアクセントね、濃いめのアクセントちょんちょんとこうつけてやると、うん、ね、こういうふうに、そうするとなんとなくこうね、何の木だか分かんないですよ、だけどなんとなくこうなんとなくね、こういうところもつけてやるんですよ、こういうふうに。そうすると木の葉集合体ができたじゃないですか、林3本だから森になっちゃうのかな、2本が林だよね、こういうふうにほらね、こういうふうに、でこの辺ちょっと草みたいにこうちょっとこう草みたいに入った感じでしょ、ほらなんとなくね、これでいいじゃないですか、うん、これで林みたいになったじゃないですか。さあこの練習をねちょっといろいろやってみましょうよね、はい、終わります。